たかったよね。ありがとうみんな。生誕祭当日ニャングラのありがとうございました。アイデア募集してます。なんかどういうのがいいですかみんな。 iPad はマジで欲しい。エノデン2機はリターンズはもう擦るね。NMB のキャラクターいただきます。何これ食べれんの。なんかいいのね。うんうん、うまい。その角度やばい。アイマハックありがとうございます。そういうのでもいいと思ってんだよ。なんかみたらしはさ、でも言ってさ、ナンバじゃないやんか。NMB のモチーフやからあくまでも。なんかね、違うんだよ。それで私になっちゃうからさ。ないです。今日のね、感謝もね、言いつつも、ちょっとケーキを食べつつも、ありがとうございます。今日の生誕祭当日ね、当日初めて。あれ、そんなこともないか。いや、初めて、初めてちゃう。でも私やっぱさ、生誕祭って嬉しいけどさ、緊張するよな。うん、うん、私せんかった。あれあれ北川賢治くんはもう実在するからな。誕生日おめでとう、ありがとうございます。 NMB のマイナーな部分って、あ、去年も当日やったんや、うん、忘れてました。マイナー、確かに。私今3年連続で石田さんの生誕出てる。あ、そうやな、うん、去年も出てたイメージはあったけど、うんうん、あなたが選んでくれたんや。うん、なんやろ、うまい、おいしいイチゴがな。あのそう、でも結局ね、みんな、なんかヒョウとかトラとか金子さんとかいいですよ。どうでした皆さん、生誕祭みんなに聞く。なんか余裕と思って、あのね、10月11月が多分みんなが、私のファンの方が喜ぶような報告できると思います。みんなが待ちに待ってた。できると思いますので、楽しみにしててください。みたいな人変態ちとは、どういうこった。ソロ公演ももちろんなんですけど、なんかはい。そう、それ言えばよかったな。人型に。忘れてたわ。緊張しすぎて。もう飛んじゃった。なんか、二頭身とかの、そういうキャラにした方がいいのか、それともなんか動物系のそっち系にした方がいいのか。うん、あのね、なんかささささ最高でさ、泣く曲じゃないのにさ、うん、泣いちゃって泣きそうになって、泣きそうになって、うん、でずっと七穂の顔見ちゃって、うん、泣きそうになったから、うん、そっちまあこらえてんけど、だってさ、あ、歌詞がさ、なんて幸せだなんて言ってるやんか。うん、人生において、うん、だってこんだけさ、お祝いしてもらえることなんてないやんか、うん、11回目やで、うん、そう思うと、なんか私のためにこうやって足を運んでくださる人と、いろいろ考えすぎ、考えたらちょっと涙がね、ちょっと出そうになって、さささ最高で、なんか、あとは言ったら、なんか食い倒れか、分かった、分かってた、食い倒れか、何やったっけ、グリコとか、なんかそういう地形の方がいいんかなみたいな。みんなも同じ気持ちで、同じ気持ちやったら嬉しいなって思いながら、あと通天閣ね、うん、そう、一人ずつね、顔を見たんですけど、あと天使ね、そうそうそう、そういうのだよ、そういうの嬉しかったな。やっぱ生誕祭って嬉しいね、一生続いてほしいもん。グリコ100歳になっても食い倒れ、だからあの曲で思いました。
私がみんなにいつもはなんかママの手紙もそうやったけど、なんか最近の鉄砲玉はあ、ビーケンね、ゆーちゃんをなんか、ま、守ろうって書いてないかな、支えようとしてるみたいな、そう書いてくれてるのをすごい私も感じるんですよ。応援じゃなくて支えるとか守るとか、冷たそう。うん、私も最近もずっと思ってたから、ママも思ってくれてるんやと思うと、こんな長年いる私のことを応援してくださる人がまだいてくれてるから、すごい嬉しい。それからの金子さん風ね。なるほど。そう、だから23歳はもっと甘えれるようにずっと言ってんねんけど、これはそう、もっとね、共有するものもいっぱい共有して、そう、名前もむずいよね。私が幸せにしたいなと思った。いつも幸せにしてもらってるばっかやから、支えてもらってるばっかやから。食べていい？うん、私もお弁当食べたいから、なんかこっちも喋っといて。おいおいおい、ありがとうございます、玲子さん。玲子さんやでも玲子今日ね、めっちゃ言ってくれてんな、おめでとうおめでとうって。そうやで、私、皆さん公演中に私何回ゆうちゃんというフレーズとおめでとうというフレーズを言ったでしょうのコーナー、うん、めっちゃ言ってくれてん。でも母校でめっちゃ言ってくれてんけど、私も体力なさすぎて、はい、ありがとう、しんどい、あ、しんどいって言ってたっけ、言われた、おめでとうってめっちゃ叫んだからな、私叫んでくれたの。本当いい後輩持ちました。一番やったで、 LINE。 そう一番やってん、 LINE 一番やってん。そう、ほんまに可愛い、ほんま可愛い、ほんま可愛い後輩おらんで自分で言うな、あなたの心大事にして。レイコの MC、 レイコってほんま MC 上手いよなね、なんかこんなウケるとは思わんかった。めっちゃめっちゃおもろかったで、本当にあんな拍手怒ると思わへんもん。いや私もびっくりした、なんかほんまに直前まで何言おうって、なんかみんなが考えてなくて、もう思いつかんすぎて、うん、でみんながまあディスってるけど褒めてるみたいな、うん、私はもう全ディスりでいこうと思って、うんうんうん、でもうバッと考えた。あれはあの中の良さやからできることであって、うん、あれはレイコにしかできないと思う。レイコと7歩ぐらいちゃ う、ね、あれ言えんのって。確かにそうかもしれない。マジでおもろかったから、みんなほんま DM 見てほしい。嬉しい。私もあのとさ、うん、あのマリンちゃん、マリンがさ、うん、締めてたんか、その時もずっと笑ってた、うん、嘘や。私も道頓堀歌えるかなと思ってマジで、うん、そんなにぐらいほんま面白かった。そんな面白かった、マジでおもろかったよな、みんな。私喋ってる時記憶ないから。そう、もうなんか尊敬する MC、 もうすごいもん。ありがとう、うまい、マジで。ありがとう、嬉しい、嬉しい。もっとやっていこう、そういう MC パーソナリティやり、もうラジオとか、うん、一回やったけどな、なんかさ、うん、ちょっと一回聞いて今日一の拍手やった、マジ。え、タワーもらった、今気づきました、ごめんなさい。あ、うちなんちゅうタワーありがとう。あ、食べましたよ。ありがとうございます。私も食べたい、温めてきてこれ美味しいって、れいこ温めてきて私ショールームはマジで裏側見れるから。どっちがいいって言ってるの、これや、鮭しかない。あ、全然フリー、全然いいです、ありがとうございますリアルなやつ、これリアルなやつや、みんなでもこっちの方が値段高い。あ、そうなん、へえ、ハンバーグよりも。今日、そう、今日何してもいいから、私誕生日だから、みんな言うこと聞いて、私のこと、終わりくそ。かわいいな、かわいいな、癒しやわ20分ぐらいチン、いいね、まあ、はい、ありがとうございます。かわいい、ジオン連れてどっか行きたいわ私、行きましょう。
な。ね、落ち着いたら行こうね。お構いなしすぎるな。かわいい。本当か。うん、私今日めっちゃジオにめっちゃ甘やかしてるかもしれへん。生誕T シャツな、あのレイコだけちょうだいって言ってたからあげてんけど、もう一個余ってて、そうジオンが言ってたから、うん、ジオにあげたいなと思ってあげてんけど、うん、な、はい、おそろコーデしたもんね。はい、はい、3人で姉妹から3人姉妹から。違う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 、イライライ後でちょっとアップします。イライライラありがとうございます。足食べたん？食べました。美味しかったです。あ、味が踊られてなかったんだ。かわいい。よしよ、あ、レコレコチンできたよ。今日誕生日やから許してよ。誕生日じゃなくても私こんなんやもんな、うん、誕生日じゃない方がひどいからひどくねえやろ、ひどくないでしょ。ありがとうございます。誕生日じゃない時もすごいんですよ。表では言えない人。こちら放置すいません。ごめんなさい。じゃあ今からちょっと TikTok はちょっとごめん。あ、 TikTok 載せなあかん。ちょっとね、怖いの。でも暇すぎて始めようかな。絶対始めた方がいいで。でも怖いもん。なんでなん。怖いもん。確かに治安悪いで TikTok。 あ、お疲れ様です。ありがとうございます。お返事にしてください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、もうあれね、うん、確かに治安悪いで。パワハラ。ゆうちゃんは毎日誕生日ってこと。そうそうそう、毎日誕生日です。うん、なんかほんまはなんか誕生日の日か生誕祭の日か10周年の日にもうやってろうかなと思ったんですけど、ちょっと勇気出へんかった。治安悪いっていうのはTikTok ってバズると NAB じゃないファンの人も見るじゃないですか、一般の人たちとか。でそうなると自分が気に入らへんかったらコメントをね、アンチとかがめっちゃ作るんですよ。そう、金田さんは違う場所に多分おると思う。だから治安悪いって、ちょっと言い方あんまり良くないんかけど、でそれが怖いって言ってるな。じゃないの、うんうん、いやもうなん、そんなん気にせんかったらいいねん。言いたい言いたいだけやから。いや、そのな、アンチするような人はな、うん、お弁当おいしい、私たちの時間を使ってな、うん、コメントしてくれてんねんで、うん、再生回数も伸びる、コメント、うん、あの数も伸びる、ありがとうって私は考えやねん、うん、でもな、レイコはね、こんばんは、聞いてないこの子、うん、うん、この英語読んでみて。どこ、こっち、うん、I'm not、 私もあんま英語で見えへんからさ、これスカール、わかんない、うまい、これ読んでみんな。これは何やったっけな、意味、私は負けないやったっけな、私は恐れないやったっけな、なんかそんな意味やってん、覚えとけよそんな意味やってん。うん、和田美優ちゃんと佐田の遥ちゃんと黒田風和ちゃんから誕生日プレゼントをもらいました。あ、ごめんごめんごめん、アイピーアイピーごめん、アイピーからももらいました。アイピーにちくろ、うん、やめろ、あの昨日は川上千尋ちゃんからもらいました。今日やりとり面白い、ありがとうございます。ありがとう。開けようかな、今。あ、今冷蔵庫入れてくれてるんだっけ。あ、今もう出して、あ、出してくれてる、はい、ありがとう。そやねん、嬉しいのね。うん、アイビー帰ったんや、ちょっとだけ見て。あ、見てたな。レイコはゆうちゃんからサンプルもらった、まだもらってない。私もレイコからもらってない。ちゃうねん、レイコ、うちらのあれがあるやん、その時やろ、そんなもらってないって、まあ、そうやけどさ、あげてはないけど、うん、ね、今はなんかハンバーグがメインのお弁当食べてて、ありがとう。ハンバーグとなんか唐揚げと、あと野菜はもう食べないので、ハンバーグと唐揚げと白飯しか私は食べてません。タワー誰や、うちなんちゅうと
そう、ナングラやねんって違う、ね、私が話してる。まあでもナングラは、まあ、グリコか。お、元さんありがとうございます。ありがとうございます。グリコかフィダオレか、まあ、そういうね、ココテン的な天使的なのか、通天国か、まあ、ビーケンさんというか、まあ、そっち系でちょっと考えますね。じゃあ明日ちょっと頑張って出すわ。初公演最前列一番端で見てましたよ。嬉しい、ありがとうございます。最高でしたよ、本当に。ちょっと嬉しいね。もう何は増えた2期のオーディションの時から見てるから、ユーミン見るだけで涙出る。嘘やん、すごいな。私も見てる。お前は見てた人やん。見てた人がここにおんねんで、出てた人がまだおんねんで、ここに。最強ってことうちら。まあそんな感じで考えますね。ありがとうございました。じゃあ、スルーでいいのに、全然あ食べるのに集中したいと思いますので。タワー建てたいけど気持ちだけで許して。じゃあその代わりになんか野菜はね、あ違うこれなら食べる。里芋なら食べられます。 T シャツは購入してくれました。ちょっとあかんわ。昔とおそろにしてくれました。私ちゃんとラ抜き言葉を使わないようにちょっと日々心がけてるから、ちょっと頑張るの。どうしたんジオン、どうしたん、どうしたん、言ってみ、怒ってあげる。何姫路に帰りなさいって私がずっと言ってる。あと500、ありがとう。兵庫県に帰りなさい。あ、ごめん、何も聞き取れへん。兵庫県に、あ何も聞き取れへんけど、怒られたん、みゆちゃんに。みゆちゃんが、うん、野菜はね、ちょっと無理やね。なんか言ってきたん。はい、後で芝居たるな。ほんまに芝居たるな。はい、ボコボコに。でもね、私はあの何ダイエットも終わったんでね。母性が、そうやね、母性が出てくんねん。そうね、明日会えるね。みゆちゃんは24になったんやっけ。はい、24歳。そう、ジオンは 12? 14。私はあの14か、はるかから、もうれいちゃんはあの半分以上レオパージュって言われました。7割レオパージュって言われた。まあ確かにインナーメンのがちょっとあれやけど、ママの目。そう、タワー来てるの。うわ、ほんまやん。よくね、お、ナンバー18さん、ありがとう、ありがとう、タワー、うん、おきは嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ変わってるな。いや、私もさ、なんか最近結構こまめにやり始めたから、まだな、全然慣れてない。そう、9月中はもうずっとダイエットしてたから、マジでもう死ぬか思って、ほんまに。ゆうちゃん今サイズ何です？学校 XXL さんの発言もねしてきたんですけど、あの褒めてもらった、うん、T シャツちゃってお腹閉まってますね。 T シャツショップ売り切れてます、ね、本当に。ウィンクのマネージャーさんがついてきてくれたんですけど、綺麗に痩せたねって言ってくれたから嬉しかった。いやマジお腹綺麗ね。ありがとう。他は他、あ、いいわ、見てないもんだって。うん、見せてくれへんもん全然。何がでしょ、何が怒ったってください。まあ、レイコちゃんファンはあれやもん、甘やかしたやもんな。うん、そうだよ、怒らんもん。うん、 S がね、 S だけがあれしてたらしい、売り切れてたらしい。うん、多分再発行、なんていうの、再発売すると思うので、再販ね、再販や、再販すると思うので、ぜひマジ可愛いから見せるわみんなに。いや、さすがみんな、やっぱ甘やかしてくれてありがとう。可愛いない、じゃじゃん。もう食べ終わった。もうね、野菜、あと野菜なんですよ、あと野菜なんで、ちょっと食べられないです。申し訳ないけれども、ぜひとも。でもお腹空いたな、まだ。一緒にお皿にしましょう。それはちょっとな、あの天と地の差なので、お胸がちょっと嫌だ。見たな。キモ
日誕生日に不機嫌になった。いやもう終わるし、そんなこと言わんといてや。あと3時間ぐらいやけどさ、楽しませてよ最後まで。ひどない？じゃ見といて。じゃあ見一緒見バイバイ、今までありがとう。なんなん、ほらこうやってねすぐ住めるんですよね。こういうとこめっちゃ子供っぽいですよね。すぐね意地に張ってね女に言うんですよね。どっちが年下なんでしょうね。あとこの人ね人参苦手なんですよ。もう言ってそれ、ね、どっちが子供なんでしょう。うん、好き嫌いの方、好き嫌い多い方が子供やと思うんだけど、どう思いますか。ん、何の話。ん、知らん知らん、こっちも知らん。なほら玲子ちゃんの方が年上に見えてきた。いいよ別にねえ、ファンの人にまで向きならんと言ってもらっていい。いいよ別に、私にやったらいいけど。よしよし、そうなんだ、よしよし、そうなんだ、かわいいね、よしよし。会社の、どうします。私乗らん、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 多分もう今、迷惑かけちゃう、来ないのおかしい。私思ったもんないから、レイコにだけ重たい女になってるから。知ってる、そう、私だけ重たい女が、怖い。じゃあちょっとだけ残りに行く。じゃあね、元が妹キャラやから逃げてない。私そういう子や、私もスイカ。私お兄ちゃんとお姉ちゃんおるから。私お兄ちゃんしかなんていうの。お兄ちゃんとお姉ちゃん。ごちそうさまんサタバサ。ごちそうさまんグースでした。私も。コンビニ寄ってなんか食べるっとお腹空いた。え、まだ？うん。なあ、野菜残すんやめえな。うるさい、うるさい。見てください、皆さん。やめて、やめて。なあ、レイコ。いやいや、無理。ほうれん草とトマトとブロッコリーを残しております。私をほぼ全部ではないけど、食べましたけど。全部じゃない、見て、この人だって野菜も。やめな。やあ、やあ、変態。誰か。この人も野菜残して。あ、野菜残して。あんたと、あんた。語彙力ないね。あんたしか言うてないやんけ。あ、ボール食ってくれ。痛い。もうやめよう。もうやめよう。腸の痛い。ほんまに。早くしてて、早く。ほら、聞きました、早く捨ててって。また私をさ、パシリに使ってさ、ほんまに、どう思う、これ切り取って炎上させようぜ。いいよ、炎上させて。楽しそうじゃないよ、楽しくないよ。疲れた、ほんまに疲れた、ほんまに。ちゃんと食べよう野菜。そっちに割りたくないねんけど。うるさい、うるさいしか言えへん。うるさいこと言ってないやん。口閉じて。口閉じられへん、人間やから。なんで人間だって口閉じられるし。今無理、今喋ったらちゃんとラヌキ言葉し、あ、何、今喋らないとあかんもん。じゃあ喋り、喋ってるわ。もっと喋ったりいいや。喋るな、誕生日やでって。そう、充電ないねん、バレた。りゅうちゃんの野菜はワイが全部食べるから大丈夫。そうやってアーマックスからな。ありがとう。じゃあ私の野菜も食べてくれる？コメントまとケーキ食べていい？うん、ありがとう。これやめよう、あ、やめよう、お前や。なんかいいのないかも。私の食べかけじゃない、こっち食べよ。うん、端っこ。あ、こっちで食べる。あ、それって食べに行かない。お疲れ様でした。バイバーイ。もう一瞬誰かわからなかった。ありがとう、はるちゃんプレゼント。生クリーム。
うまこれ。ホワイトチョコめっちゃうまいねんけど。ホワイトチョコ苦手やから。ほら、子供。あ、やべ。今飲みました、みんな。うるさい。うるさい。今の映像を残しといてください。うるさい。拡散して炎上させましょう。うるさい。いや、今多分7本の手で見えんかったかもしれへん。確かに。ありがとう。あ、いいね。なんか濃厚だからさ。私たちはやっぱ一心同体、うん、なんか一人のピンチを誰も私たちどっちかが助けるっていう。そうなんですよ。わかる？もう何一つの体みたいな、そんな感じです。心つながってるから。そうそうそう、その人わかる？そう、なあなあ、言っていじめって言うねんで、それいじめられてます。私今一番先輩に、一番先輩やのに一番下の後輩が一番下ちゃうし、うるさい。もう4年目ですか。中堅と言われる中堅の私にいじめられてます。うるさい。後輩ハラスメント。可愛くな、あんたらこんだけ可愛がってんのにさ、そんな態度取るんやな。これ閉めてくれ。なそれな、誤解を招くからやめて。首を締めるんじゃないね。首をこうやって触るのが好きで、フェチやねん私。こうやってこんなグーって締めてないよ。なんか弁当もさ、なんかあったびてこいってさ、なあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ストップ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 、足もさ、やっぱ乗っけられるやんか、よく乗っけられるやん。ストップ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 さ、なんかちゃんとストップ、ストップ一回ストップしよう。今日私の誕生日な、みんな。だから何言ってもいいんですよ。アホか、私が何やってもいいね。あんたらは何言ってもいいとかじゃないね。おかしいから。ね、やばいよね。まあそれを信じるか信じないか話しちゃいね。もう無理やな。見てこの。あざ。え、どうしたん？レイコにポーネが上がった。面白いね。違う、これはダンサブルのあれでやられた。やられた、ダンサブルのあれでやられた。あの踊ってたんですよ。そう、曲でアザになりました。そのアザ気になってた？見られたん？首絞めてるとこは見たことあるからな。そうでしょ。もういいでしょ、話。その話。よしよし。なんで、手紙はいつ書いてくれたん？いつ書いて、書いたのは一昨日。あ、そうなんよ。びっくりした、自分って。初めて私に書いたことなかったっけってめっちゃ思ったんです。私も思ってん。あれ7号って書いたことなかったっけと思って。私が多分あんねん7号に。そうで、レイコの時もそうやって、なんかレイコ書いてくれてなかったっけってあったけど、実際書いてなかった。そういうあれですよね。家帰って何食べようかな。分からんかったもん、誰が書いてんのか。すごいファンの人ザーザーしてる。あら嫌だ。そうなの。あら嫌だ。そうなんだよ。そんな勇気が。見守ってな。そんな勇気があるのかな。そうだよ。そんな勇気はないよ。やっぱり。行こうとしててん。で、結構痩せたよ。うん。結構痩せた。うん。痩せたよ。すごい。だってグラビアね、デジタルタトゥーの世の中なので、やっぱり、ね、痩せないと。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。もうだいぶ食べたな、うちらで。まあ、この食べた暇じゃないねん。いいよ、食べて。 T シャツは XXL にしました。そう、ワンピースにしたくて。失った。ありがとう。ね、ラーメン食べたい。明日の公演終わったらラーメン食べるわ。やむくんじゃない。あれ、15分だったこれ。だいぶ経ってんね。あ、マジで、うん、今何時？ 52。 52？ やば、55分になったら終わろうかね。そんな感じでちょっとナングラがね、私は
まあ、大体のテーマは皆さんに決めていただいたので、夜な夜な今日はちょっと寝ずに作成いたしたいしたいした、はい、その角度めっちゃ好きということで今日は講演ありがとうございましたというショールームでした。じゃあランキング読みたいと思います。いきます。13位林ありがとうございます。12位ロングソードさんありがとうございます。11位純喜ありがとうございます。そうだよ、10位ジリーさんありがとうございます。9位バロックさんありがとうございます。8位坂さんありがとうございます。7位マッツありがとうございます。みんな今日6位リコありがとうございます。めっちゃ嬉しかったもん。5位ミタロウさんありがとうございます。4位ディースカーレットさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位カエデちゃんありがとうございます。そして1位柳さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ明日はウィンクの公演、見てください、頑張るよ。ゆうちゃんの好きが増したやつ嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、ね、ありがとうございました。バイバーイ。ソロ公演絶対するんで皆さんその時は見に来てください。待ってます。23歳やって、えそびっくりだけど本当に自分のやりたいことをどんどんやっていきます。みんなのお世話もするけど自分個人としてもうん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 頑張ります。うん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 、冷たあったかゲロ。ねえまだまだこれからやで。いやこの1年が私勝負時やと思ってるんで。わかっこいい。聞いた何ぐらいやってない。明日やりますね。だから明日もショールームするんで見てください。はい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 、ね、一緒に頑張ろうさやね。みんなと一緒に頑張るから。みんなもよそ見せんといてな。8期生が入るからって言ってよそ見せんといてやってな。よし見しないでね。絶対についてきてください。感情すぎるよ。ほんまやな。待ってまーす。ということでギフトの方読みますね。有言実行ねします。ギフトくださった石田正しいさん、みーちゃん、こんな隊長さん、ちょっとこれはナンバ18さん、エッチなんじゃない、ところてんさん、まりなちゃん、あやちいいエッチです。アウグストゥーさん、しまこさん、チャミさん、ニャーさん、お、カイトさん、ユカちゃん、ナルマさん、大阪魂ナンバ18さん言ったっけな。ナンバ18さん、ユーリちゃん、あのあのさん、モトさん公園ですかね、くださったのがございました。ハートモトさんと、誰やったっけ、うちなんちゅうさんとナンバ18さんやったっけ、タワーもらったの。あと誰でしたっけね。なんて書いてほしい、ツイッター。なんで私に聞くで。ニャーさん。ニャーさん。あれニャーさんやったっけ。ニャーさん。ありがとうございました。なんて。ゆうちゃんしか勝たんやって言ったね。ありがとう。なんて書けばいいって聞いてる。ゆうちゃん大好き。これからもついていくよ。チュッチュッチュッチュのチューって。あ、ギフト読むのに、ちなっちゃんありがとう。元さんか。あれ元さんやんな。あれそれだっけ。あれ元さんを読んだかさっき。ちょ、ランキング先に読みます。13位、石田正しいさん。12位、リーディー小山さん。11位、赤ちゃん。11位、しげやん。9位、ひら、言い直しやった。中広康介さん。8位、たみさん。7位、なるまさん。6位、りこた。すけさん。5位、うちなんちゅう。4位、にゃーさん。3位、ナンバ18さん。2位、もとさん。1位はところてんさんでした。ありがとうございます。なんかタグついてるな。何やったっけ。すごい、もう当時もう幸せな誕生日になりました。皆さん今年1年もまたよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。